南阿蘇村が協定を結んだのは、自治体向けのシステム開発などを手掛ける熊本市西区の RKKCS と県子ども食堂ネットワーク、それに南阿蘇村農業未来公社です。協定では未来公社が村内で無農薬栽培した米300キロを RKKCS が毎年災害備蓄米として購入し、使用しなかった場合は、 県内87カ所の子ども食堂に寄付するというものです。RKKCS は企業版ふるさと納税で、水田の地下水関与も支援します。村は美しい里山の風景を守るとともに、農業後継者の育成にもつながる取り組みにしていきたいとしています。